はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。日曜日のね、もうすぐ11時です。まったりしたいなと思ってるんで、雨止んできましたね。止んでんのかな、もう。はい、まだね、暑くなってないのでいいですね。でも今朝僕寝床から起きるときに暑いなと思って起きてしまいました。若干睡眠が足りてないんでね、今日は昼寝してしまうかもしれませんね。はい、時事 .com を見てますとこういうのございますね。ボルトン回想録はとどめの一撃か、再選濃厚から一転逆風だらけのトランプ氏、各コメントライナー、コメントライナーっていうのは時事通信の中のコーナーみたいですね。この時事総合研究所 客員研究員明石和康さんですかがお書きになってる、まあ論説委員みたいな方でしょうかね。よく知りませんけど。まあこのボルトンさんという方がですね、暴露本のメモアールを書いたことによってですね、トランプさんのイメージがだいぶ下がってきて、それにとどめを刺してですね、再選でけへんのちゃうかという観測記事なんですね。でまあまあそういったことが書いてあるんですけども、こういう一説ありますね。この著作で興味深いのは、トランプ氏に最も忠実と見られたポンペオ国務長官。いつも思うんですけどね、ポンペオっていうのは どこのお名前なんでしょうね。少なくともアングロサクソン系ではないですね。ポンペオって聞いたことないもんね。ポンペオ、ポンペオ、まあええわ。ポンペオ国務長官が、あれ見た目に普通の白人さんに見えますけどね、ポンペオ、ラテン系ですかね。ラテンっぽくもないですね。よくわからん。米朝協議に関して、成功の可能性はゼロだと断言したとの記述だ。事実なら何の成果も上がらぬ米朝協議を自慢しているのは大統領だけになる。誠にお粗末なトランプ外交の舞台裏だと。トランプさんどうもですね、あんまり側近の言うことを受け入れるよりも自分の考えでワッパッパッと外交もなさってるような、むちゃくちゃ危険やそれと思うんですけどね。ほんまか嘘かどうか知りませんけど、フィンランドはロシアの一部かと聞いたりとかね、イギリスのメイ首相ですかに、イギリスって核保有国なんて聞いたり、それがもしほんまやったらね、このトランプさんのなんていうかな、一般教育が足りてないわけなんですよ、簡単に言うとね。この方確かペンシルバニア大学の MBA を取ってあるというふうに私は認識してるんですけど、まあ、MBA 取るのとね、フィンランドがロシアの一部かイギリスが核保有国かというのは、また違う分野なんでね、違う分野やけどそんなもん一般教育やみたいな。これはね、確かにね、日本人100人に聞きましたって言って、フィンランドがロシアの一部ですかどうですか、イエスノークイズってなったら、イエスは3割ぐらいありそうな気がしますね。3割4割あっても不思議はないですね。で、イギリスは核保有かイエスかノーって言ったら、ノーっていう答えが、それも3割ぐらいあっても不思議はない。日本人100人に聞きましたやったら。でもね、日本の国会議員500人に聞きましたって、フィンランドはロシアの一部ですか、違いますか、イエスノーってやってね、イエスって答えた議員がおったらね、そんなやったらすぐやめなあかんで、ほんまにそんなもうとんでもないですよ。で、イギリスが核保有国がどうですかって、イエスノーって、それでノーって答えた議員がおったら、もう君らいらん。でもね、500人いたらね、30人ぐらいノーって言いそうですけどね。まあそれくらいね、そのどう言いましょうかね、端っこの話なんですけど、世界政治の。でもそんなものね、知らんって、ね、考えられへんですよ、ほんまに。それがトランプさんなんですよ。だからものすごい危ういですよね。で、突っ走ってはるわけですね。キム・ジョンウンをね、この方ね、説得したらね、言うこと聞くんちゃうかと思わはったんですね。それ非常に甘っちょるい発想で、ポンペオさんなんか、ポンペオさんじゃない、このボルトンさんなんかは、もうそんなもん攻撃せえって言わはったらみたいですね。軍事的にね、やれって言わはった。一発や二発僕はやった方が良かったんちゃうかなと思うんですよね。巡航ミサイルをババンと、まあせいぜい10発ぐらい。
打ち込むとかね、それくらいのことやってもよかったんじゃん。それもあの核施設とかね、分かってるところに できるんやでというところを見せてから交渉した方がよかったんじゃな。それで北の豚くんは結構ビビりやから反撃しなかったんじゃんかなと思うんですね。だからあの僕はポンペオさん、ポンペオちゃんボルトンさんですか、ボルトンさんの案には賛成しますけどね、イランに対してもね。でもトランプさん曰くボルトンの言うことを聞いてたら200回ぐらい正当してあかんかったって言ってるらしいですからそんだけいいやん、違うんだったらスタッフにすんなよほんまにね。さて、まあそういうトランプさんね、外交もね、実のところ全然成果が上がっていないと。米朝協議の成果って言ったら単純に北の豚くんが実験をしなくなった、長いやつを飛ばさなくなったって、このように2つだけなんですよ。まあそれでもまあないよりマシですけどね。さて、そんなトランプさんはバイデンさんに負けそうです。今のところ世論調査では負けてます。例えば今日投票してる、明日投票するとなるとバイデンさん圧勝と言われます。でもトランプさんってこの4年弱3年半の間何をしてきたかって、ひたすら自分の再選に向かっていろんなことをなさってきたわけだって。あのアメリカをどうのこうのしようとかアメリカンファーストとか言うてはりますけど、それよりも何よりも再選ファーストなんですよ彼の場合ね。見てるとだから再選にとって無駄なことは何もしない、ということで、北朝鮮政策とかね、イラン政策とかってあんまりこれね、あの外交問題っていうのはね、普通の平和時は トランプさんの票にならないんですよ。でも例えば北が何かのテロをやらかしてそれに対して報復をするんやというようなことであれば、アメリカの国内の団結を導くことができるわけなんですね。だから普通の平時でやれ長いのうち撃ってませんよ、実験しませんよって言うただけでそんな難病にもならないんですね。でそんなことよりも例えばね、あの大豆農家がいっぱいありますから、大豆農家作ったらそれを中国が買うてくれるとかね、そっちの方が圧倒的に大豆農家はトランプやーって票を入れるわけなんですよ。だからそういうふうなことを、まあ、やってきはったわけですね。中国に物を交わしてそれを票に変えるということ作業をずっとしてきはった、まあ、半ば成功したかに見えたところにこのコロナが来たわけですね。計算外やん、そんなものすごく計算外やと思いますよトランプさん。だから2月頃まであんなもんそのうち消えてなくなるっておっしゃったわけですからね、なくなってへんやんほんまに、もうなくなったもん12万人やんみたいな、そういう話なんですよね。で、国内のあれを支持を失っているということになってきまして、トランプさんはものすごく再選にこだわってらっしゃるんでね、ここにも書いてありますけど、仮に僅差で、敗れた場合、まあ、去年じゃあ3年前のヒラリーさんみたいですね、3年半前のヒラリーさんの僅差で敗れてますね、票数は200万票多かったわけね、ヒラリーさんの方がでも大統領はトランプ、まあ、それは選挙制度によってそうなるんですけどね。ですんで僅差にで敗れた場合はですね、トランプさん、まあ、その選挙無効やとかと言うてホワイトハウスに居座るんちゃうかという観測まであるぐらいで、その場合どうなるんでしょうね、面白いわ。そんなんなったらね、喜ぶのは中国なんですよ。この前のデモがいっぱい起こったでしょ、今でもデモやってるみたいですけど、あれでもう大喜びこいでるのは中国なんですよ実は。ほれーみたいな感じで、でどん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 声明を出していきましたしね。なんでだからね、誰か言うてましたけど、トランプさんはあのデモが激しくなった時に地下のシェルターに隠れて軍隊出せって言ってたわけでしょ。あんな大統領見たことないって誰か言ってましたね、元なんとか官が。アメリカの団結を求めるふりさえしないという。ね、だから、その、どういうふうに、よく、なんていうかな、まあ、知的なアメリカ人は大体バイデンに投票するやろうと言われていますね。まあ、でもこればっかりは分からんわけなんですよ。トランプさんがね、今までね、こう荒っぽいことは一切されてこなかったんですけども、自分の再選のためやっつってね、荒っぽいことをね、される可能性が、再三言うてますけど、荒っぽいことをされる可能性は否定できないですね、今となったらね。
その材料の一つが北になる可能性がなきにしもあらずなんですね。今盛んに北はですね、南に対して、あるいはアメリカに対してですね、カマチャがやってますよね。カマってカマってカマってってやってるわけで、俺こんなことしてんでねってバカしたでとかってやってるわけなんですよ。あれもうちょっとね、本当に大砲を打ちかけるとかね、ロケット弾の何発かも飛ばすとかってやると、アメリカが荒っぽいことをやる理由になる可能性がありますね。だから今のところそのあたりが一番きな臭いで、他のところはねあんまり荒っぽいことはできそうにないですよね。でもまあ変な話、ドイツから軍隊引き上げるとか言ってますから、韓国からも引き上げるとかって引き上げてしまうというかも分かりませんね。なんせ最高司令官なんでね、引き上げやって言ったらやっぱり現場に従うのはしゃあないわけですよ。それがアメリカ軍というものなんで、まあ分かりません、まあ分かりませんけども、分かりませんけども、トランプさんこのままむざむざとですね、世論調査通りの選挙結果になるのを座視して見てるタイプには思えないなと、まあそういうお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。